こんにちは。国立保健医療科学院の秋葉です。ではどうぞよろしくお願いいたします。では初めに簡単に組織のですね、お説明と私の自己紹介を混ぜて交えて、行いたいと思います。組織は厚労省がですね、所管する、個別の試験機関の一つでありまして、他の、研究所と少し違うところがですね、職員に対する、養成訓練、検証を行っているということであります。で、この組織ではですね、水道、飲料水安全部、いますけれども、その研究領域を有する、唯一の試験機関であると。国の機関としては、水道の機関としてはここだけで。で、生活環境研究部の中の3つの領域のうちの1つの水管理研究分野ですね。ここは水道の、研究を実施しているということで、ここは、私まず8名、いるんですけれども、すべてが衛生工学であります。ということで、しかし今日聞きの皆様方はですね、この気候分野の初めに水道の位置づけということで、お話しいたしますけれども、非常に私の専門と近い方がですね、環境供給でありますので、いらっしゃるのではないかと思います。で、おとといは、茨城県のですね、高校用水の水槽洗浄工の専門部会に私も、出席しておりまして、今日の話もちらっとしたんですけれども。ということで、この気候変動の中、適応の、影響評価の中で、まずですね、水道の水ですね、水の安全の位置づけということでありまして、で、7つの分野に、ですね、分かれて、区分されているわけでありますけれども、その中で、水環境、水資源分野であるということでありまして、で、私も、この影響評価の、その諸委員会ですね、がありまして、で、私もここのワーキンググループですと、ここの分野に参加しているということであります。しかしながら、水でありますので、いろんな分野でですね、例えば今回の授業に基づく気候変動の影響の、報告書ですね、令和2年度に、公表されました。これで、ざっとですね、ちょっと拾ってみました。農業ですと、害虫の分布の拡大で病害の発生地域の拡大ということで、これは水道では農薬のですね、コントロールというのがありますので、水質の目標管理設定項目に農薬が入っておりますので、そういったことで影響されるだろうということでありまして、自然生態系では、天然の水を利用するということであります。で、その他、健康では水健感染症が、発生率が増加するということで、いうこと。あと、産業経済活動では医療の分野では断水や落水によって人口透析の影響があるということでありまして、で、最後の国民と都市生活では、もちろんのこと断水がしますと、ですね、飲み水、特に飲み水のほかですね、トイレの水に困るというようなところが大きいかと思いますけれども、また土地活動が停止してしまうということであります。こういったことで、非常にその重要度が高い、ですね、水道に関しては項目になっておりまして。で、この中で、やはり初めにですね、その水をどうやって、に区分して我々ではですね、使われているかということと、整理しているかですね、いろんな問題点ですね。で、都市用水、これに、実は農業水も、普通こういう図だとあるんですけれども、都市用水に限って、都市用水のほとんどはですね、水道用水、水道の水を使っているところは多いわけでありまして、その中で生活用水、工業用水ということで、家庭用の用水ということで、このパーセントはですね、使用量で、これは東京都のデータを、
ちょっとこう拾ってきたわけでありますけれども。また家庭の他にですね、やはりその都市活動用水として3割は使われているわけでありましてですね。まあそれで、まあ非常にいろんな問題が、国民の生活に直接ですね、影響を及ぼすということになっております。で、まず、まあ、都市用水としてですね、特に問題となるということであります。断水するとですね、まあ、透析治療ができなくなってしまうということでですね、まあ、この影響が非常に大きいということでありまして、透析用水はもう水道水を原水としておりまして、まあ、非常に量をたくさんですね、良質なものをですね、たくさん使うんですね。で、透析の患者さん、慢性の患者さんですと、今は、確か35万人程度いらっしゃるということで、年々増えてるんですね。で、まあ、例えば、平成30年の4月の豪雨ですね、1分5分、5件で、医療施設は95施設営業されたらしいんですけれども、岡山の倉敷のですね、透析を行っている病院では1、2ヶ月ですね、もう病院の機能が停止してしまったということで、透析の治療ができなかったということでありましてですね。で、まあ、このようなですね、で、水道原水として処理をするということですけれども、例えば、最近よく聞きますのがですね、よく問い合わせもあります。やはり、強盗で高濁度原水が発生するということで、やはり普段よりその水道水が、濁質分が多いと。つまり、その膜がすぐですね、こういった膜がすぐ詰まってしまうとかですね。まあ、そういったことで、透析のこの膜を、普段何ヶ月で変えるところをもう、数日だったりとかって、そういうようなことで、まあ、いろんな問題ですね、が起きているということであります。で、まあ、こういった施設というのは非常にですね、まあ、災害弱者の方が、まあ、使用する病院とかになるわけでありますけれども、まあ、その他、特養のですね、老人ホームとかでもですね、まあ、大体生活用水というのは260とか70ぐらい使って、まあ、大体200から300程度の水を使いますが、1日あたりですね。まあ、そういったところですと、少し量もですね、多量に使うということでありまして、病院に関してもですね、やはり3倍も4倍もですね、これは一生あたりでありますけれども、水を使う。まあ、透析をしているところでは、それが2倍になったり3倍になっているというようなことであります。まあ、量的にもですね、非常に使うところが、まあ、断水ですと問題になるということであります。それと、あと、直接的にはですね、まあ、食品を製造する場合にですね、食品の、もう食品製造水というのは、平成26年12月からですね、水道法に規定しているその水ということで、まあ、これが命名されているわけでありますけれども、まあ、水道水を使う。まあ、これで、まあ、魚介類等を洗浄するということがですね、まあ、食品衛生法に盛り込まれているということでありまして、水道水の質等が悪くなりますと、こういったところで問題があるということであります。で、不思議に初めに、移動とは何かというようなことでありまして、で、はじめ、冒頭でお話ししましたように、私どもは厚生労働の、研究機関でありまして、実は、研究者のほとんどがですね、例えば、厚生労働省がですね、免許をですね、まあ、ですね、まあ、認定します。例えば、医師でありますとか、歯科医、獣医師、薬剤師、保健師、看護師さんですね。まあ、そういった方々が、ほとんどでありまして、工学系はですね、まあ、そういった、免許なくても何でも、できるという工学系の我々はマイノリティでありましてですね、そうしますと、水道って言ってもですね、保健所から来ている、先ほど、初めに話しましたように、研修業もやってましてですね、その保健所の方々に研修をいたしますとですね、やはり、その、
水道と水道水と飲料水を分けてるようなところがあるんですね。で、我々はちょっと飲料水とか水道水も一緒にしちゃうようなところもあるんですけども、まあそういったところでその言葉が通じなかった なかったりするということで、初めにこの話はよくするんですけれども、まあ。はじめ、まあ、水道とは何かということで、まあ、水道事業で、水道用水供給事業というのは、水道事業に水をですね、供給している事業であるということでありまして、で、専用水道というのはですね、設置者が管理責任を持ってですね、で、水を供給するということでありまして、まあ、100人を超えるということでありましたが、これは、後ほど説明しますが、1日の最大給水が20トン超えるところでもですね、ものも対象するということで、まあ、非常にこれは多いわけであります。ですね。まあ、事業として行うものとですね、設置者が管理、が管理して責任を負うようなところがありますですね。で、まあ、現在はもうほとんどが、この水道の適用の水を、が供給されておりまして、98% を超えたということであります。ね。まあ、で、まあ、水道水といった場合にはですね、では逆にその100人以下のもので、まあ、20トンいかないところをですね、まあ、そういったところは水道規制適用対象外というようなことで、よくこれはお金の方々はこの水に対しては飲料水というようなことで使って水道水と分けてるようなところがあるんですけれども、まあ、ということで、私どもこれを結構使っちゃったりするんですけれどもですね。まあ、といったことで、まあ、水道法が適用するかどうかで、その呼び名も変わっているようなところがあります。ね。まあ、水道、で、これが、ですね、まあ、分かりやすく実化したものでありますけれども、これは水道法に規定されているもの。まあ、貯水槽水道というのは、まあ、受水槽でありまして、各家庭にですね、の、屋上とかに設置されたり、地下でも設置するところはまだあるかな、というようなところでありまして、これに関して、10トン以上のものですね、まあ、世帯数にしますと、20世帯ぐらい入ってる集合住宅なんかですと、まあ、その大きさで規模によりまして、10トン以上のものは水道法の規制の対象になっておりますが、10トン以下のものは、小規模貯水槽水道と言いまして、まあ、規制されてない。つまり、受験義務、検査義務がないということでありまして。まあ、しかしながら、このところはですね、条例でですね、規制措置を講じているものでありまして、10トン以下のものでも、ですね、規制しているところも、市町村もあるようです。ですね。それと、また、その飲用水供給施設ですね、10トン以下のもので、それと、あと、井戸等の、飲用井戸等ですね。まあそういったところは、地方の公共団体の方々が、まあ規制をしているということであります。ですね。で、まあ、もう水道ということで何かということでありまして、まあこの基本的にはですね、ツッコミを入れてほしいんですけど、同感その他の工作物より水を人の飲用ですね。日本の水というのは、飲める水をですね、供給するということであります。まあ、世界で価値少ないとこ、国の一つでありますけれども。で、まあ、水道といった場合もシステム全体を表してるんですね。ですから、私がその表題で水道システムっていうのは、実は水道システムシステムで、ツッコミがあると、これはちょっと、重複してるんじゃないですかっていうようなことがありますけども、まあ一般にはもう水道システムと言っておりますので、まあしかし法律で水道って言った場合には、すべて同管、その他の工作物で、システム全体のことを言ってるわけですね。まあしかしながら、まあこのように使ってるということでありまして、まあ、この種類別で今、水道の適用の施設というのはどのくらいあるかということでありまして、これが全国系でありまして、これは簡易水道でありまして、浄水場でありまして、まあ、年々、ですね、例えば、簡易水道はですね、まあ、今、水道法が改正されまして、広域連携というのをですね、進めておるということでありまして、
垂直統合で、まあ、水道、上水道の方に組み入れられるというところって、減っております。ですね。まあ、しかしながら、ここで、ポーンと、専用水道が増えているわけでありましてですね。まあ、これはですね、ここで、要件が変わったんですね。その100人、101人以上だったものをですね、やはり、その学校でですね、実は、大学ですが、1990年ですかね、99年、98年でしょうか、集団感染が起こりまして、やはりその居住してなくてもですね、水をたくさん使うところというのは、いざその集団感染が起こるとですね、非常に被害が大きいということでありまして、で、量的なものも要件に入れたということでありまして、それでこのところで変えたもんですから、2001年に変えたもんですから、ドワッとここで増えてるわけですね。まあ、ちょっとこのところも、今日の話の中では頭にいていただきたいと思います。ね。で、まあ、ざっとその水質事故として、その健康被害まで発生してしまった事故というのは、規模で言うとどうかということでありましてですね、各30年間のものをまとめておりまして、まあ、ですからこれはかなりバイアスかかってるんですね、30年間ですね。そうやって、要件が変わったようなところもありますのでですね。あと、飲料水か危機管理要領が1998年にですね、作成されまして、それで、その報告義務がなされたということで、まあ、そこからガッとその報告が増えた。でありまして。まあ、ですから、まあ、これは、そんな、保健所の介護士とかですね、まあ、入手できるものすべてですね、集めて、整理しました。で、まあ、その30年間でですね、危機事案があったものは614件でですね、で、まあ、そのうち健康被害は130件、4件でありまして、で、これを見ますとですね、この健康被害までですね、があった、ところはですね、やはり、水道のですね、お手がいものが非常に多かったですね。発生に関しましてはですね、まあ、浄水場等がですね、多かったわけでありますけれども、浄水場とかでは、技術者がいるもんですから、健康被害の発生までになんとかですね、対応できているということでありましてですね。で、確か浄水場ではですね、発電に関しましては40%ぐらい全体占める割合はあったんですけれども、まあ、対応して、なんとかしのいでといったところでありまして、こういった小さなところではですね、まあ、その対応ができてないというようなところで、健康被害まで行ってしまうというようなことでありまして、最近のもの、これは水道課ホームページから抜き出してきたものでありますけれども、2011年からでありますと、やはりですね、まあ、水道適用ありますけども、その設置者責任でありますとかですね、そういったところでのですね、まあ、水質事故の発生がですね、多いということが、これ、わかるかと思います。で、そういった時にですね、水道法の法定外の、適用法定外の、対象外のものにつきましては、まあ、地域でですね、その健康危機管理体制の下でですね、対応するということでありますけれども、地域保健法ではですね、まあ、こういった、責任者というのはもう保健所長が望ましいとして、まあ、ほとんど、大、あの、あの、すべてが、まあ、保健所長が、責任になっておりまして、で、扱う機関としては、衛生部局ですね、衛生研究所とかですね、そういったところですね。で、その対象としましてはですね、まあ、人員分ありましてですね、ここに、まあ、食品衛生とか感染症とかの中で、飲料水安全としてですね、飲料水ってここで使ってます、水道水。ね、飲料水ということで、まあ、ですから、ここから多分、飲料水と、まあ、事業体のを管理しているところは水道水だねっていう話になってくると思うんですけれども。で、まあ、飲料水安全分野の一つとしてあるわけですね。
で、保健所は、まあ、あと、営業六法も扱っているというようなことでありましてですね。まあ、何かありましたら、まあ、保健所長が、ですね、法定外のもの、主に法定外のものは、その、責任者となって対応しているということであります。で、まあ、飲料水の危機管理をですね、ついでにお話ししますと、これに関しましては、もう飲料水としては、もう法定外のものと適用外のものですね、もう一食対して。で、ボトルとウォーターは、食品衛生法なのか別にしておりますけれども、これは水道課が中心になって情報収集する場合に、まあ、我々の部はですね、まあ、こういった情報について、市町村の方々からの情報を集めて、水道課の方に最終的にはですね、情報を提示すると、提供するというようなことになります。まあ、その他の、これから、私の後のご発表の感染症の先生も、厚労省の、所管の研究所でありまして、国立医薬食品衛生研究所も、厚労省の、一緒になってですね、微生物科学の物質とも一緒になってですね、情報を集めて、水道管を集めるというようなことになっております。で、基礎的なところを、踏まえた上でですね、まあ、その地域ビジョンということでありまして、それも、都道府県が、策定するもの、水道事業を策定するものということでありまして、それを少し念頭に入れましてですね、お話を聞いていただければと思います。で、ビジョンがですね、新ビジョンが、策定されたのは平成25年でありまして、これに関してはですね、まあ、基準に適合した水が必要な量だけ、ね、皆さんが手に入れることができるということでありまして、で、安全な水の他にですね、やはり自然災害等においてもですね、非常に強靭な水道を目指しているということであります。で、環境対策に続くとしましてはですね、再生可能エネルギーとかですね、省エネの対策への導入が、この時には盛り込まれておりました。ですね。それと、ビジョンをですね、県型のものを水道事業型のものを作る。策定してくださいということでありまして、ビジョンの手引きということで、水道管の方で、ですね、いろんな情報を提供しているわけであります。けれども、まあ、こういったところではですね、県によっては衛生部局ですから、衛生局部局の専門の職員の方、結構薬学の方たちも多いんですね。専門家の方たちですね。もうその水道ということではなくてですね。そういった方たちが中心になって作っているものとかですね。あと、水道事業は水道事業者が作っているということで、ビジョンを作っているですね。結局はですね、自分の地域の実情の詳しい方たちがですね、自己点検的なところの要素が非常に高かったんですけども、これを踏まえてですね、これからの広域をどうするかというようなことをですね、連携とかですね、で、平成30年の、改正水道法にもですね、貴重なこういったところがですね、仕事として役立てて、ということだと思いますけれども。で、今、そのビジョンで、その水質の管理としますと、管理としますとですね、戦略的なアプローチとしまして、ちょっと話します。水安全計画ですね、をいろいろ配慮しましょうよって、取り組みに配慮しましょうよっていうようなことになっております。で、現在ですね、令和3年度の、策定で言いますと、都道府県では33都道府県が策定済みでありました。あと、水道の事業のビジョンでありますと、80% ですね、水道事業と、用水競技事業では 80% を超えていたということでありました。
と皆様方があの地域のですね、気候変動適応計画を作る場合、まあ、この辺が非常にあの役に立つ情報をだと思います。では、あの具体的に気候変動によって水道システムの影響はどのような影響を及ぼすかということで、少しお話したいと思いますけれども、まあ、気温の上昇、の降雨のパターン、海面水の情報、上昇という、あと水温の上昇ということでですね。まあ、最終的には、水道システムの影響として、水の需要量の増大、需給のバランスの変化でありましたり、まあ、取水を制限されてしまったりとかですね。あと、損壊ですね、実際ですね。それと、大きなところが水質の悪化ということで、まあ、この話を中心に今日はお話したいと思いますが、例えば、これは、私ども調査に行った、平成、25年の7月のですね、バイユキ豪雨としまして、山形を中心にですね、非常に、まあ、断水被害が発生しまして、で、その断水被害の主な原因が耕作素原素の発生だったんですね。で、これは、実は、二日後ぐらいに行ったんですけど、まだ全然その濁水が引いてないんですね。で、実はこのような濁水が、もう、これは観測事態始まって以来26日間続いたと言われておりましてですね。で、浄水場でその濁度に対応できなくて、まあ、断水せざるを得なくなったというようなことでありまして、まあ、このようなことが起こるということでありまして。それと大きなところは、あと水質上はですね、植物プランクトンの増殖ということでありましてですね、まあ、その浮揚化の進行が引き起こす、その、いわゆるカビ臭の原因、藻類が、卵巣類が発生しまして、カビ臭物質をですね、つまり匂いをですね、水道水につけてしまうというようなことでありまして、それが非常に大きな問題でありましてですね。で、まあ、それを踏まえながら、一つ一つ、まあ、見てみまして、その適用についてですね、水質が悪化以外にもですね、まず、その下水から説明いたしますと、下水もですね、まあ、30年間ですね、見ますと、特に発生というのが、四国の方でですね、よくですね、問題となるところが多いんですね、断言水が、の発生を強行しているんですね。それで平成20年のですね、吉野川水系の、早明浦ではですね、8月31日間に20日間にわたってダムの、貯水量がゼロとなってしまったということですね。で、7月25日から124日間の取水制限。で、水質の制限率は浄水場では60%であったということでありまして、この地域ですね、何十万人に影響を起こしたとされております。で、まあ、その対策としましてはですね、まあ、多目的ダムでありましたので、工業用水とか農業水の一部を水道にあけたりとかですね。で、問題となる市町村に関しましては、他の町から水をですね、融通したりとかして、まあ、しのいだということでありまして、あと、まあ、給水場を設置したということでありまして、まあ、その、まあ、過失に関してもですね、非常にその量的な問題として大問題になるというような、大きな問題になるということでありまして、確か気候変動の適用計画では、国交省の方で KPI でですね、この渇水対応タイムラインの仕事として挙げてたかと思いますですね。ですから、その辺の対策は全体的にどんどん広がっていくだろうと思いますですね。それと、その水道施設の損壊ということでありまして、2011年からですね、その10年間にですね、強大台風でですね、14カウントですね、襲来してるわけですね。これが断水、減水を伴ったのでありまして、で、最大ではですね、26万人の世帯が断水をして、で、断水の継続自体はですね、令和2年度で56日間、ですね。まあ、非常に個数が大きく広域にわたってですね、
間もですね、待機期間も長くなっているというのが、この10年間の、まあ、傾向であります。その原因というのが、その、先ほど言ったダクトの上昇とともに、もう、施設がですね、もう直接、もう、水で損壊してしまう。管路の破損とかですね。で、これは実は、2028年のですね、北海道東北にですね、大きな被害を特に及ぼしました、台風10号の被害でありまして、これも調査にですね、現地調査に行って、これ、実は1年近く後にですね、泥とか寸胴されてあまりすぐ逃げなかったもんですから、これは、岩手県の岩泉だったですね。で、これは取水で、ここに、森があるように、ここに土砂が流れ込んで、取水が封鎖してしまって、まあ、これは、1年近く後に行きましたんで、こうなっておりますけれども、ですね、これが塞がってしまったということと、あと、浄水場内がですね、浄水場は冠水しましてですね、そのポンプ施設がですね、ここまで水が 1. 何メートル、1.2 メートルとかってましたね。で、ポンプがもう使えなくなってしまった。損壊してしまったというようなことでありまして。まあ、こういった原因で、水が止まるというようなことであります。ね。で、その対策として、どういうものかということでありまして、厚生労働省の水道課の方ではですね、防災減災の国土強靭化のための3カ年の緊急対策としまして、こんな調査をしておりまして、まあ、停電対策、土砂対策、浸水対策としてですね、まあ、非常の電気とかですね、を整備されているかとか、ということで調査しておりました。例えば、浸水被害ですとですね、この防災の、防水カービをつけてるとか、まあ、例えばかさ上げしてるか、浸水付きをつけてるか、というようなことがですね、まあ、数値的に明らかになってまして、まあ、この辺についてはどんどん進めていって、ですね、適切に進めていっているところでありまして。で、水質悪化ということでありまして、残る時間はこのお話したいと思いますけれども、まあ、水道の体系は、環境基準と同じでですね、まあ、三つに、三段階の項目に書いておりまして、水質基準項目、まあ、これが、検査と順守義務があるんですね。あとは目標設定項目として、そういった義務はないわけであります。ちなみに、農薬は、水質基準項目には、入っておりませんで、まあ、検出されなくても問題ないということで入ってないわけでありますけれども、水質管理目標設定項目にですね、まあ、そう、農薬方式ということで、農薬はここに位置づけられております。で、後からお話しするミクロ基準につきましては、この要件と項目で暫定で基準値が、目標値が設定されているということであります。で、その水質の基準項目で、その気候変動の影響で問題となるような項目というのをですね、ちょっと黄色でバッと、こう、ですね、にしておりますけれども、まあ、これに関しましてはですね、まあ、雨等によりまして、まあ、家畜の排泄物とかですね、あと、ゴルシキの下水道ではですね、越流水が流れてくるとか、まあ、そういったことで、まあ、こういった、非常に、に影響を及ぼすだろうということであります。それと、あと、大きなところがですね、消毒生物ですね。これはある種の有機物濃度がですね、その活性が上がりまして、負担もあるということが知られておりますので、こういったものがですね、項目が、その不正物の項目がですね、にも大きな影響を及ぼすだろうと言われております。それと、あと、生活上の支障関連項目としては、アルミニウムあるとか、あと、塩化物イオンでありますとか、あと、先ほど言いました、冬用からも、で、藻類の発生で影響を及ぼす、ジオスミニ、ミチルス、ボルネオール、
ですね。あ、まあ、有機物そのものですね。あと pH とかですね。それが接しますと、炭酸同化作用で pH も変わってきます。まあ、そういったことでですね。まあ、半分近くのですね、項目に気候変動で、まあ、直接影響を及ぼすだろうと。ということで、これがまとめたものでありますですね。降雨のパターンの変化で、これはもう水が少なくなればですね、希釈されないわけですから、これ全般的な影響を及ぼすだろうということで挙げております。あと豪雨とかで濁度とかですね、こういった、あと海面海水で、塩化物が、イオンが上がったところ、実際にいくつかありますですね。陰陽移動では、塩化物イオンが上がってしまって使用できなくなったとかっていう報告もありますですね。あと大きなところが水温の上昇で、まあ、冬用化がどんどん進行して、ということでありまして、で、その関連した項目に、まあ、大きな影響を及ぼすということであります。ですね。で、これは水質基準項目のこの検出条項でありまして、問題となるものですね。その水質基準の、半分は検出された、まあ、超えてしまったとかですね。それで、水質基準の 10% ということで、表しておりまして、緑ですね。ですから、この 50% とかっていうのが問題となるようなところでありまして、やはりその消毒性生物というのがですね、50% 検出されたり、超過するようなところもあるということでありますですね。で、例えばアルミニウムは先ほど示しましたにありまして、塩化物もそうですね、高くなるようなところもありますね。有機物濃度はですね、もうそうですよね。で、ジオスミンと、2Aマイルもそうですよね。ということで、やはりその気候変動の影響によって水質が悪化するような項目に関してはですね、やはりですね、きちっと、ですね、まあ、監視を、まあ、徹底するというようなことが、まあ、重要になってくるだろうということでありまして、で、まあ、日本のこの水源別の水ですけれども、まあ、ここで何が言いたいかと言いますと、まあ、ほとんど日本ではですね、漂流水ですね、を使ってるんですね。まあ、河川やダムでですね、76% はですね、漂流水であります。まあ、ですから、そういう手は避けられないということで、これは石海の発生状況でありますけれども、これは被害人口で、これは後から説明するようにですね、大きな浄水場で、この浄水処理を導入したがために、ということで、まあ、かなり減っておりますけれども、しかしながら、これは、棒の方は、水道の事業体数なんですね。事業体数はどうも例年、ここ何十年、十年ぐらいですね、増える傾向にありまして、特に、中小規模の事業体でのですね、報告が多いですね。まあ、ですから、日本での、今まで、不要化してないようなところでもですね、そういった問題が起きてきて、あと、最近、河川でですね、の、藻類がですね、そういったカビ臭を産生する藻類が発生して問題となって、水道水に混入してきたというようなこともあるようですね。で、まあ、こういった、適応としました高度浄水処理を1990年ぐらいからですね、日本ではずっと、始めておりました、オゾン活性炭処理をするということであります。ね。で、その高度浄水処理というのがですね、もうどんどん年々、これは、浄水量としてですね、増えてきております。今は半分は見てませんけども、もう近づいてくるだろうというようなことでありましてですね、浄水量にしまして、まあ3分の1ちょっとぐらい上の方でしょうかね。の水というのはもう先ほどのオゾン活性炭を基本的にですね、活性炭のみも入ってますけれども、そういった何らかの処理をしているということであります。途中で失礼します。はい、ちょうどいいところですので、45分まで延長してご説明いただければと思いますので。はいはい、すみません。あとはざっと言いますので、はい、あと、その他ですね、シアノトキシンですね、藻類が産生するカビ臭の他に、その毒性物質がですね、今、問題となってですね、おりましてですね、今、そのミクロキシチンがですね、LR というものがですね、これはミクロキシスが産生するものですけども、暫定の目標値としてですね、基準が設定されていて、まあ、ほとんどですね、検出例はないんですけれども、まあ、しかしながら、そういった、気候変動が、
によってですね、その不栄化っていうのは問題になる、藻類というのが、水源で問題になるということで、今、新しいガイドライン、WHO のガイドラインではですね、12項目のですね、中華が、があったんですけども、そのうちの4項目が、シアノトキシンであり、あったということでありましてですね、これは、一般的にミクロキシンで、日本でも、その、要検討項目に入っている、設定されているものでありますけども、こういったものが、問題になるだろうということでですね、前提も含めてガイドラインとなったということでありますですね。それと、あと、豪雪地帯である、カビ臭としまして、これは青森の黒石の方でですね、23万人が、の方が、被害を受けたということでありまして、これは17グラムパーリーターがですね、水質基準でありまして、これは最大で57ミグラムパーリーターいったんですね。で、水源でも、2607グラムパーリーターということで、ですね、もうありえないようなですね、水質であります、あると思いますけれども、それで、適用としましては活性炭をですね、仮設の活性炭チューム設備を導入したということでありまして、で、適用としましては、水質の対策本部とともにですね、活性炭設備と、こういった委員会も含めて、対応を検討して、で、最終的にはですね、そのダム管理者の要望としまして、バッキ循環をですね、こう設置して、これ活性炭を、これ仮設でつけた、わけでありますけども、これに対応して、今は、なんとかその問題となるような、カビ臭は発生しているようですけれども、問題となっていないようです。ですね。それと、あと、その、水安全計画ということでありましてですね。まあ、この中で、まあ、多段バリアということでありましてですね、この考え方を、ちょっと皆さんご理解いただきたいとですね、これが、ですね、水道のその、水質の管理のですね、根幹でありまして、で、これまで、水道というのは、その、濁質の除去と、その、塩素消毒ということでありまして、水系感染症をですね、克服してきたわけでありますけれども、皆さんもご存知だと思いますけど、クリプトスポルジウムが、塩素がですね、通常の塩素の注入量では不活化できないんですね。じゃあ、多段張りの考え方としてはどうかというと、それを水源に持ってきたわけですね。ですから、水源管理をもう徹底しましょうよということでありまして、もう発生源対策ですね。ということで、まあ、その考え方が基本となって、そのハサップですね、食品の製造分野では、おととしでしょうか、法制化されたと思いますけれども、これの、をですね、考え方をですね、まあ、システム管理の考え方を、導入して、水源からザム口までを包括な管理をするということであります。それで、現在ではですね、まあ、全体で4分の1が策定をしている、ということですね。ということでありまして。で、我々がちょっとやった研究をちょっと紹介しますと、その策定しているところにつきまして、その、危害事象につきまして聞いたところですね、このように、リスクに関しましては、影響が大きいもので、頻度がどうかということで、その、数値化していくわけでありますけれども、大きくなるほどリスクが大きいということで、高いということでありまして。で、そのリスクの3、4、5とかで、これをまとめてみますと、やはり降雨ですね、濁質も発生する降雨であるとか、不栄化が非常に問題になっているというのが見て取れるかと思います。これはもう一時的な事故でありましてですね。まあ、こういったところがですね、問題となるということで挙げています。あと、渇水ですね。ということですね。で、まあ、そういった濁質分についてはですね、どのように管理しているかということで、まあ、降雨については、その気が飲出してはダクトとか、そのクリプトスプルジム等の単塩素性の原子、原虫ですね。まあ、そういったものを挙げておりまして、あとはこういった、手方しないですね。あと、不栄化に通ってきましたカビ臭をですね。先ほど言いました、挙げているということでありまして。で、濁質分だけを見ましてですね、この数値はですね、実施している浄水場でありまして、まあ、
割とこれは思ったほどですね、水源ですね、流域に関してはですね、あれ、あんまり連携してないのかなと、もう少し多いのかなと思いますけれども、まあ、この程度でありまして、ダクテクを設置して、水源から管理しているということで。これは浄水場内で、これはダクトの値ですけども、このくらいのダクトになりますと、監視とか、ジャーテストとか、いろんな管理をするとですね、管理のために、の対応するとですね、プラスアルファの対応するということでありましてですね。まあそこは原水でありますとか、沈殿水でありまして、まあここは水源とかまで言いませんけども、浄水の内対応しているのが主でありましてですね。で、やはり水道を水安全計画の策定で期待される効果としましては、関係者との連携というのがですね、一番大きなところでありまして、で、まあ、流域の水質のですね、保全で、その浄水場はここで考えますと、私先ほど初めに言いましたように、厚生労働省でありますけれども、まあ、いろんなですね、省絡んでおりまして、で、地域におきましても、それに接する部局が絡むわけでありましてですね。まあ、そういった、部局に対して、ですね、リスクが何かということでですね、説明するためのですね、その対応するためのですね、説明して対応していただくためのですね、まあ、ツールとなるとですね、水安全計画ですがですね、まあ、ということで、まあ、非常にその流域管理をですね、水源対策する上では非常に重要であるということでありまして、まあ、そういったものが、まあ、領域公開が作っているところは、年々増えておりますですね。で、一つ紹介しますと、淀川では、まあ、水道の協議会でですね、琵琶湖を開発する、旧の事業体が一緒になりましてですね、いろんな連携してやってるということで、まあ、大きなところでは、問題あるようなところをですね、国やですね、上流の自治体でですね、課題として要望しているというですね、具体的にですね、というようなことを行って、ですね、まあ、水管理においてですね、いろんな成果を出しているということでありまして、それと最後に終わり、ということで、まあ、適応策のほかですね、まあ、カーボンニュートラルということでありまして、水道に関しましてはですね、まあ、装置産業でありますので、電力の使用量は非常にまあ 1% ぐらい占めるんですね。まあ、ですから目標も掲げておりますですね、対策計画ではですね。ということで、まあ、適応策もこういった、電力ですね、省エネ型、省新源型の適用策を検討せざるを得ないだろうということでありますね。あと水をどのように飲んでるかということで、まあ水はいろんなですね、多岐にわたってんですね、もう 40% 40数パーセントですね、そのまま飲んでるのがですね、まあしかしながらですね、まあ日本はその世界でもまあ非常に飲めるところは少なくてですね、じゃあ飲んでないんだからいいんじゃないかというようなことでありますけど、まあしかしながらその、良質なですね、それで美味しい水というのは我々のですね、水道ビジョンでも、掲げておりましたように、非常に重要なところで、安全のほかですね、美味しい水というのも、まあ、非常に重要になってくる。ですね。まあ、この辺は議論もされるところでありますけれども、まあ、しかしながら、水道水というのは、ただの、まあ、我々使うだけじゃなくて、いろんなものをですね、先ほど言いましたように、透析用紙とか使いますのでですね、まあ、数値には出てきておりませんけれども、まあ、非常にその、国民の健康増進に大きく寄与しているんではないかというふうに考えられております。と言いますのは、発展途上のですね、国々で、水道のが、不正が進みますと、もう感染症とか、病気とかですね、平均余命、寿命がですね、もう格段に上がるというのは数値的に現れてますのでですね。まあ基本的には、こういった良質のものを求めて、で、水道システムというのはその電力量で見ますと、まあ浄水システムは 15% 程度なんですね。やはり輸送系でありますので、こういったところで、まあ、電力を抑えるような、まあ、一元エネルギーを使ったり、まあ、これはもう進めてますけども、再生可能なエネルギーであったりとかですね。まあ、その辺で、まあ、進めて、カーボンニュートラルを考えていきますと、進めていくべきところであるのではないかと思っております。ちょっと、すいません。時間が超過してしまいまして、以上であります。
あと、その参考の資料はつけております。ありがとうございました。